物くん、いいあるかな。お、いいね。駅近は？行け。見つけた。イエイ。スムーズな住まい探しはライフルホームズ。行こう、ホームズくん。日当たりいい。わあ。ウォークインクローゼット。わあ。ペットオッケー。スムーズな住まい探しはライフルホームズ。マサさんです。よろしくお願いします。ジェットコースター楽しいみたいな、なんかスリルあるけど楽しい。では言いますよ、せーの、1、2。今回のライフルホームズの新 CM ではホームズくんにサポートしてもらいながら、大原澄人さんが描いた世界を空飛ぶスマホに乗って理想の住まい探しをします。ダンジョンのような壮大な世界観の街を飛んだり、住まい探しのポイントをこうチェックしながら部屋を内見したりと、まるで冒険しているような作品となっております。 CM を通してライフルホームズで住まい探しをする際の簡単さや便利さが皆さんに伝われば嬉しいです。今回全部水色バッグだったから完成がとにかく楽しみですね。今何撮ってんのかなって思いながら、今この周りにはどんな景色があるのかなって思いながら撮ってました。前作の CM もすごい面白い CM だったんですけど、今作はやっぱりあのイラストレーターさん あの大原さんが描いてくださった世界観の中で撮影しているので、そのいつものホームズ、ライフルホームズの CM とは多分全然世界観でできてるから、そこは楽しいとこなんじゃないかなと思います。この 3D スキャンです。3D スキャンで日当たりもバッチリ計算してくれるから、意外と内見行くときって朝と夕方、昼、夜の光の入り方が全然違うじゃないですか。だからこれでそれをまず調べたい。やっぱ日当たりがいいお家がいいですね。最近うちにお掃除ロボットがいるんですけど、ちゃんと角までやってんのかなってチェックしてみたいです。まずありがとうございます、帰ってくださって。シンプルに広いし独創的で素敵です。ハンモックがあったりドッグランがあったり、結構現実的なところも考えてくださってありがとうございます。ホンダキャッスル、もうのんびり暮らしたいんですけど、朝起きたらパン作ってみたり、自然と共存して生きるみたいな生き方してみたいですね、このうちで。ゲーム部屋も気になるんですけど、部屋全体がソファーの漫画部屋っていうのも気になってて、これいいですね。ゴロゴロしながら漫画読んで、ホームズくんも横にいて、これいいですね。